三智園氏は、朝鮮民主主義人民共和国領行動に属するし、白桃山の東南側の麓に位置する。2019年12月10日付最高人民会議、常任委員会政令第171号で、三智園軍から三智園氏に昇格した。三智園三智園の家々三智園大記念碑その1、三智園大記念碑その2白桃山の東南側の麓と、 王力港、トマン港の源流地帯に位置する。北と西は中国に接している。東にはテホンダン軍、南には普天軍がある。白頭山の麓であるこの地は北朝鮮の公式の歴史によれば、近日世率いる朝鮮人民革命軍が抗日闘争を繰り広げた革命の聖地とされており、近小日が生まれたとされている。 白桃山密営などの学習施設が造成されており、革命思想の学習の場となっている。山地園湖や湖、名水の滝などの自然継承にも恵まれており、雇用所、スキー場などが建設されている。山地園飛行場があり、白桃山観光の拠点となっている。冬季はシベリア高気圧の影響を強く受け、その上標高が山地園は、 標高百3 8 1メートルと高地にあることから朝鮮半島最寒の地とも言われ最高気温局地は摂氏33.5度最低気温局地は低摂氏40.0度であるまた高山地帯では非公式に低摂氏45.1度を観測した柔道4労働尺を管轄する1961年に新設された行政区画である この節の出店産地延空港産地延空港のターミナルビル、ありがとうございます。